若い時からどっちかやから喧嘩するどうやって喧嘩する、まあ言えないことは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 。皆さんこんにちは。こんにちは。今日はあのゲストとして元暴力団組長で、はい、現暴力柔術家、暴力柔術家の柏さんに、はい、あの今日は来ていただきました。今日はありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。まず元暴力団組長っていうのはもともとは どちらにいらっしゃったんですか。その出身というか大阪じゃないですね。いや、もともとは千葉県生まれ で千葉県、千葉県生まれて、はいはい、で、まあ、家庭の事情で地方都市に、はい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 、はい、あそこからもういつぐらいからそういうもう若い時から飛行に走って、そう若い時から飛行に走って物心をついた時ぐらい。星川さんって手とかもやもうごつごつなんですか。いやすごいですよね。思ってました。ごつごつなんですけど、これも若い時からどっちかやったらそう喧嘩好きなんですか。ああ、まあ喧嘩ばっかり喧嘩ばっかり泣けくれて泣けくれて、いつぐらいからそれこそそういう、まあ、ボルブランというかヤクザの世界に入っていくんですか。20歳、あの年少から帰ってきたのが20歳ぐらいで、はいはい、うん、でそれで帰ってきてすぐ。そのきっかけは、例えばその惚れた人がいてとか、そういうことですか。いや、あの単純にはめられてみたいな。エスカレーター。どういうふうにはめられたんですか。いや純粋だから上ですか。いや、純粋というか、まあ純粋だから、はい、その他の後輩とか、はい、まあ他の同期とか、みんなこう、俺暴走族やってて、リーダーやってて、はいはい、で、はい、あ引退したらやめたんだみたいなのがあって、はい、で、まあ俺は行っちゃった。で、その間に、例えばどうやって生活するか、まあ、言えないこといっぱいあるし、まあ、言えないこと、まあ言えないことしかないか。それでも、ヤクザ生活って歴はどのぐらいだったの。10年。あ、結構普通に長くいたんですね。そこではどっちかというと武闘派みたいな感じですか。もう暴力は暴力柔術家ですから、ね、ほんでいつからでも大阪に。大阪は3年ぐらい前に1回来て、はい、で、あのそこからちょっと海外行く予定があって、はいはい、3年ぐらい前からで海外行く直前にコロナになっちゃって。え、最近ですよね。それそう最近、はいはいはい、2年ぐらい前にコロナになって、はい、でたまたま大阪の家を引き払って、はい、で、上海に行く予定があって、予定とか呼ばれて、はいはい、で、行こうかなっていう時に、またちょっと工事が伸びたから、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれって言って、3ヶ月ぐらい伸びて、はい、でも部屋引き払っちゃったから、はい、どうしようかなってことで、はい、まあ、友達が当時沖縄にいたから、はいはい、裏にいて、はい、で、まあ、その友達の、はい、あ、それでこれなの。某都市にいたじゃないですか。某都市、はい、その頃はそのどういうきっかけで例えばヤクザをやめることだったの。ヤクザは俺が違う県にちょっと逮捕されて、はい、でちょっとガラカワしてて、はい、当時使用者責任とかそういういろんな、はい、あのまあ、民事なんだけど使用者責任とかで、はいはいはい、当時はその今みたいなこうその使用者責任が、うん、どこまでその上にあの及ぼすかっていうのは全然わからないので、はいはい、で、まあ、とりあえずなんか犯罪したらあの要は首切っていったら、まあ、破門するみたいな感じが当時は主流、それが主流で、でちょっと俺が捕まってる間にそこの組がちょっと大事件を起こして、はい、組自体が組自体、はい、それで組が消滅して、へえ組自体が消滅してそれでやめた感じです。それでもうどっかに行くか、はい、あのそのまま語りなんか俺もその時はちょっと違う件に捕まってて、はい、でまあちょうどいいかもやめちゃおうみたいな、はい、その時に使用した時に件もあるからそれで破門、まあ、ちょうどフェードアップしようと思って、それでフェードアップして。ヤクザって儲かるんですか。俺は儲かってましたね。あ、儲かってました。やっぱそれこそヤクザ組織に入ってる方が儲かるんですか。いや、当時の時代がまだあの大らかな時代だったから、まあいろんなことができた。ああ、なるほどね、うん、まあ、あまりその辺は聞かずに。そうですね、まあ、それこそ裏社会ジャーニーだったり、はい、外録チャンネルとか、まあ、下にちょっと軽く貼っておくんですけど、うん、あの出てますんで、そういう、まあ、柏さんの過去というか、そういう、まあ、ダークな部分はすごい喋ってますよね。まあ、あの、ある程度は喋れる範囲で喋ってると思う、うん、また、ぜひ見ていただきたいなと思うんですけど、はい、今日はちょっと僕は、柔術を、あの、まあ、柔術すごい強いんですよ。はいはい、そうですね。レベルってどういう、あれなんですか。レベルで言うと、まあ、黒帯の、まあ、グレイシーファミリーのグレイシーからダウンをつかんだ。へ、え
すごいですね。それすごいですよね。多分あの自分では自分のことなんで、まあすごいかもしれない。でもいろんな有名格闘家の人らに教えたりしますんでしょ。あ、もちろん。どういう方に教えた。例えばブアカオとか、はい、ブアカオはでも立ち技の選手じゃないですか。そう、立ち技、俺タイに1年半ぐらい住んでて、はいはい、でちょうどブアカオが MMA やりたいっていうか、はい、でブアカオのプロモーターからブアカオのもちろん、まあ、教えたりとか言われて、はい、でブアカオ、でなんか結構スコスコにやっちゃったんじゃないですか。そう、僕もやってる。それはちょっと僕今回教えていただきますけど、それやめてください、はい、めちゃくちゃ僕覚えてるのだからブアカオとタイマン張ったことある日本人で多分俺しかいない。すごいな。もう手とかもすごいですね。すごいですね。何がすごいで、酒、あ、酒、酒もすごい。あ、すごいです、ね、前あの普通に飲み会に行ってパッと飲んだ時に店員さんに何言ってるかなと思ったら、味しないよ、味しないよ、すごい絶対味してますから濃く塩作るんですから今日はね、ショーも柔道着で、いや、お前もや、お前もですけどね、柔道着てるやん、はい、柔術着、柔術着、そこ違うんだ。あ、これなんて言うんでしたっけ、これは柔術な、なんて言うんでしたっけ、着物、着物、さっき言ったら着物着るって言われて、着物ですかって言ったら、この柔術着のことを着物って言うんですよね。着物とか儀、要は外人はその要は着物とか儀っていうのがおしゃれ、今日本語使うのがおしゃれ、はいはい、今僕自分32、まあ で今年3年なんですけど、今からでも例えば僕は今から柔術やったりとかして強くなれるんですか。まずあの俺がやったのが32から、じゃあ完璧に一緒ですね。あとはもうセンスとかの問題ですか。あとはもうその頑張りでしょ、センスは全然頑張れるよ、センス。ああ、そうなんですね。柔術は、あ、まあ言うたらもう締める感じなんですか、落とすというか。要は総合格闘技 その UFC 作ったのがグレッシーパネル、はい、結局打撃以外の何でもいい、その点数取るのも結局あの殴れるポジションが点数高いから。ああ、そうなんですか。だからマウントポジションだったり4点、バックマウントだったり4点。あ、だ一番ほらそしたら MMA に近いというか、 MMA のお父さん。ああ、そう。柔道とかってちなみに背中ついたら負けの競技やけど、うん、柔術はどっちかって背中に自分がむしろ引き込んでいくような、結局大きい人間とちっちゃい人間戦っても大きい人間勝てないから、はいはい、だからそうなるとやっぱり引っ張ってきてひっくり返して。ああ、なるほどね。喧嘩とか全然負けることないですよね。喧嘩は全然多分あのほんまに首の引っかかったら終わりだと思う。黒帯って相当なんで。いや、まあそうですよね。やってないですよね、喧嘩。あ、喧嘩全然、はい、さすがにちょっと道端でちょっとたまに頑張らってむかつくなるので、やらないもんない。やってないもん、なんでも。そうです、ね、全然ないです。なんか柏さんが飲んでる地域にはちょっと場所の周りにはいっぱい落ちたやつがいるっていう。やばい。それやばい、それやばいですよ。今日はいろいろ、まあ、あのこの後の、柏さんのチャンネルの方で、はい、ちょっといろんなことを教えていただきたいなと思うんですけど、なんか自分がなんかこう使えそうというか、だから喧嘩になることないですけど、あの例えば喧嘩になった時の防御とか、そういうものとかもちょっと教えていただきたいです。もちろん。でも喧嘩はまあすることないけど知っときたいなと思うこともあるわけですよ。喧嘩の時のちょっと必殺法みたいな、はいはいはい、そんなのをちょっと聞かせてあげたいです。あと後半の例えば暴れてる人間を対応したりとか、はい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 、そういうのもめちゃくちゃ使います。ああ、そうですか。打撃もやられるんですよね。打撃もまあ、あのもちろん嫌いではない戦うことが好きなんですよちょっとでも僕もあの個人的に来年から本当に指導していただきたいなって話で相談させていただいてるんですけど、はい、あとは日程とか、あの自分自身がどこまでできるかもちょっとこう予定見ながらなんですけど、はい、ちょっと本当にこれからお付き合いさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。そしたら今から柏さんのチャンネルの方で、はい、なんかいろいろ教えていただける可能ですか。もちろん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。いやいや、すごい、めっちゃ強いな。うっ、おぉ、そしたらこれ切れますよ。で、このブロックを掴んで、マジでボールが出るんですよ。